光明寺三郎光明寺三郎明治26年9月26日は、日本の外務官、検事、衆議院議員である。旧姓、末将、総王国沢軍三田尻村に、浄土新州本願寺派の恵日山光明寺の王将、半雲の三男として生まれた。1865年、長州藩書隊の一つ大鳥り状態に入隊した。この頃は、三田、三田生を名乗った。 井上薫の初期役を務めた。1869年に横浜フランス語伝習所に入学し、1871年に長州藩藩非留学生としてフランスとベルギーに留学した。この間、同じくフランス留学したサイオン寺金持ちとパリで親友となった。1878年2月、日本人として初めてパリ大学から法学士証書を授与された。 この頃から光明寺生を名乗るようになった。1878年に帰国、法生局専務などになった。1880年には前年に外務卿になった井上香織の下で外務省を少書機関に転任した。その年記帳した西恩寺が東洋自由新聞の社長に就任すると官僚のまま編集社員として加わったが、 自由民権的な新聞であったことが問題になった。1881年に県大書記官に承認。1882年に外務書記官となってフランス在勤を命じられ、翌年パリに赴任した。1884年基調命令を受け、翌1885年3月外務省を遺願面官となった。その後4月より、 明治法律学校の講師となり、憲法講義を担当。1886年8月より、大審院検事となり、1889年7月には、定審賞参事官を兼任した。1890年、山口県第一区から末松三郎名義で、第一回衆議院議員総選挙に立候補して、当選し、衆議院議員を一期務めた。この間、 1891年9月に光明治家に復席した。同年12月、東京郵便電信学校の校長に就任。1893年4月、定身三時間、東京郵便電信学校長を辞職し、弁護士となるが肺結核を患い、同年9月26日に死去。母書は品川区大井の光福寺。ありがとうございます。